こんにちは。スタジオアッペルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。最近寒い日が続いてますけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。青森ではなんと過去最高記録の積雪ということで、青森に住んでる方、もし動画をご覧の方がいましたら、気をつけて普段の生活をお過ごしください。では、本日の子育てのヒントに行きましょう。本日は、キッズスキルその3です。その3、その3は何かというと、スキルを学ぶとどんな利点があるかっていうのを探っていくということなんです。子供がですね、何かを学びたいって思うときって、それを学ぶことによって自分にどうメリットがあるかっていうのが分かるものっていうのは子供は進んであります。例えば自転車は結構子供っていうのは皆さんこう好きに乗っていくんですね。なぜかっていうと、自転車自体も乗れたらかっこいいし、移動範囲が広がるし、なんて言ってもお母さんお父さんに褒められるし、すごいねって言ってもらえるのがもう理解ができてるんですよね。でも子供っていうのは何かスキルを学ぼうとした時に、これを学んだら何になるのかなっていうのがわからないのがほとんどです。わからなければモチベーションは上がらないので、子供って学びたがらないんですね。つまりその点をどう子供に伝えてあげるかっていうことが大事なんです。ここにも書きました。モチベーションでどう子供にそれがメリットがあるのかっていうのを伝えてあげるってことが大事です。ただしここもポイントなんですけど、褒められるからやるっていうのはやっぱり限界があるんです。やっぱり自分で、学びたい、これをやりたいなっていう本来本質的な思いがないといけませんので、それが次のステップになっていきます。次のステップはですね、スキルに名前をつけるというステップです。次回またご説明します。本日もありがとうございました。